今年はこあのこちらの長野墓前方で体調をさせていただくのは4回目になるんですけど、本当に素晴らしい体調場で、あの毎年あの楽しみにしております。それさ、ここにあの有馬温泉のご名湯で、まあ、疲れを癒しながら明日からの体調も2日間集中して臨めればと思っています。まあ、先週ご体調があったんですけれども、もう少し序盤からなんとかペースを握られてしまって、なかなかとても苦しい時間の長い将棋だったのかなというふうに感じています。とてもそちらのご反省点を踏まえて、とても時間の使い方などを含めて、より良い将棋にしていけるように精一杯頑張っていきたいなというふうに思っています。まあ、明日からの対局が皆様に楽しんでいただけるものになるように頑張りたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。神戸に来るのは小学生以来10年ぶりぐらいになったかなというふうに思います。その時は大阪で将棋大会がありまして、神戸に住んでいる親戚のところに春休みを利用して1週間ほど開催しました。水族館に行ったり、甲子園で高校野球を見たり、とても臨場感を味わえるところで印象に残っております。今回王位戦と本当に馴染み深い中野の積み園を見たいということで、料理、温泉も楽しいですし、建物に入る際にちらっと見えた小宮はとても綺麗で落ち着けるところだなと感じました。そうですね、第1局で封じ手と2日制というのを経験しまして、いろいろと反省する所作もあったんですけど、そこも今回出直して、そして将棋の方でもかなり形勢判断の甘さが出てしまったので、そこを改善して、より良い対局にできるよう頑張りたいと思います。まあ、苦しいスタートになりますけども、第2局は内容をスコアともに未然にできるように頑張ります。ありがとうございました。それでは皆さんの方にどうぞ皆様視線をお送りくださいませ。藤井王位、そして佐々木七段、まずは左側のカメラマンの皆様の方によろしくお願いいたします。前夜祭とかも多分当時あったと思うんですが、前夜祭とかね、なかったですね。あ、なかったですね。でおやつも1個だけコーヒー頼むかドーナツ頼むかで、それも3時だけ3時だけ、うん、その朝とかはなかったですね。お昼何食べましたとか、そういうのがでね、あの2日間やるとね、1日2日やるとね、ほんとクタクタなんですよ。あの対局してるとね、あの保てないんですよ、その脳みそがね。なんかご飯が食べれない、もう目の前も家で食べれないご飯が出るんですよ、はい、だけど食べれないの。だからもうポケットに入れてなであのお作りだけしてて、あの持って帰ったらな。もうほんまやね、これは嘘みたいやろ。やっぱりね、これで人生かかってるから食べられへんね。まだ1日制の方が楽でしたね。あ、僕2回やってるんですけどね、大学でね、もう30年4年ぐらい前かな。2日制はね、途中でね演出になります。あの根詰めすぎてね、あのだからあれは危ないね、難しいよね。まあだから今回佐々木さんがね2つ挑戦してるからね、まあ、1曲目やって分かったと思うんですよ。同じ配分じゃ無理なんですよ。あの陸上の5000とね、はい、マラソンぐらい違うから。で最後、いや1日違うだけと思うでしょ。まあボケーとしてたら一緒やねんけどね、あの根詰めてるやろ、それが全然違うねんね。藤井さんとはね、はい、負けたことないね。戦ったことないからね。だからコンピューターも負けたことがない。電源オフにするからね。あの最近で戦って勝ったんですか、負けたんですか。一応ね、まあ、中学生の時、ね。あ、棋士の時。はい、あ、初めの頃。勝った。そうですね、あの今やはりあの佐々木さんと藤井王位と佐々木七段でダブルタイトル戦されているのが非常に話題になっていますけれども、でここまで4局その両方昇格されてまして、ここまで先手までが4勝しているんですよね。やはりこのお二人ぐらいの高いレベルになりますと、本当にその先手番 の有利さというのを
あの結構そのままこう最後まで、はい、そのあの大きいと思うので、まあ、やっぱり明日は、佐々木さん、挑戦者の佐々木さんが先手番で、はい、でまあ、先手予想はそうですね、やっぱ佐々木さん結構先手番でその相掛かりというか得意戦法があるんですけれどもね、やはりそれをぶつけると思います。ああそうです、はい、楽しみというか見どころというか、そうですね、やっぱりさ戦型も相掛かりになると思うんですけれども、やっぱさあの内容は本当にこのあのずっとこうあのいい勝負の内容が続いていますので、まあ、あの佐々木様明日先手番ということなので、無事王位も本当簡単な将棋にはならないと思いますので、もうぜひあのもう熱戦が、はい、期待されると思いますので、はい、注目してみていただければと思います。そうですね、あの内容的にでも佐々木さんの方が序盤の入りは前期もそうですけど、あの押してたというかね、はい、ただあの第1局王位戦のはちょっと福田さんが先ほど言われたようにペース配分がやっぱりあれだったんですかね、ちょっと途中で判断ミスがあって、そこからちょっと一気にちょっとだからあの脳を冷やさなあかんねん。冷えてた、うん、だから僕ポケットにかき氷入れてる。よーポケット入れるが入りますな。一部のかき氷入れとかんと、はい、頭があの CPU と一緒で加熱するねん、はい、これ嘘みたいやろ、ほんまの話やねん。だから怖いねん。